ます岐阜の森2号博多駅です。お待たせいたしました、発車いたします。島道にご注意ください。こんにちは。今日は JR 九州のリゾートエクスプレス岐阜の森2号をご利用くださいましてありがとうございます。今日は運転士阿部、客室乗務員本山、松崎、藤井、車掌は私、田中が皆様の旅のお手伝いをさせていただきます。ご利用の際はお気軽にお声掛けください。それではこれで泊まります席と到着時刻をご案内いたします。次は豊後森に泊まります。豊後森12時32分天ヶ瀬12時46分北12時59分
久留米13時45分鳥栖13時54分終点函館には14時19分に到着いたします。お客様へお願いいたします。湯布院の森号はこれより先山間部のカーブが多い区間を走行いたします。途中車内が大きく出ることがありますので車内動作する際は足元に十分ご注意ください。またお座席にお掛の際もテーブルの飲み物などお手回り品にも十分ご注意ください。それでは皆様目的地までのひとときを湯布院の森号でごゆっくりお過ごしください。
信号電車です。発車で3分ほどお待ちください。失礼しました。列車が来ますのでご注意ください。車内では軽食に。
ェフインの小松屋から届けましたおはぎをご用意しております。添加物は一切使用せず素朴な味わいが特徴で、ご家庭へのお土産に最適です。こちらのおはぎはなくなり次第終了です。ぜひこの機会にご利用ください。その他ただいま車内では冬休みの期間限定でソーセージとビールのお得なセットをご用意しています。フルーティーで清涼感あふれる湯布院地ビールと、大分県のブランド鶏冠地鶏を使用した4本入りのソーセージのセットです。ソースはマスタードと期間限定のバジルソースの2種類からお選びいただけます。車内でぜひお召し上がりください。ご好評につきまして、車内で販売しているケーゼクーヘン、ショコラレクーヘンは完売いたしました。あらかじめご了承ください。その他のお飲み物やデザートなど、すべて3号サービスでご用意しております。ワゴンサービスは準備ができ次第、前方車両、3号車、4号車、5号車折り返しまして1号、2号車、1号車の順でお伺いいたします。ご希望の商品、気になる商品がございましたら、どうぞ気軽に声をおかけください。3号車ビスへワゴンサービスからのご案内でした。それでは車内でのお時間、どうぞごゆっくりお過ごしください。
ございます。これもの
です。ご希望の商品ございましたら声をおかけください。車内ではデザートに3種類のアイスクリームをご用意しております。大分の特産品、カボスを使用したカボスアイスや JR 九州パークの卵を使用した卵アイス、車内限定販売のおこいちアイスの3種類がございます。ぜひ車内でのデザートの確認、ご利用いかがでしょうか。ありがとうございます。まもなく弁護森に着きます。折り口は右側です。ヤクルト足元にご注意ください。ご注意ください。また、キリカブさんはパラグライダーやハンググライダーの基地があり、時折、楽しさ
からも大空の姿をご覧いただくことができます。切り株さんのご案内でした。Thank you.
上り先、列車は二段落としの地尾の滝の横を通過します。こちらの滝には伝説がございます。昔この滝には村人と仲の良い一匹の竜が住んでいました。ある日竜が病気にかかり苦しんでいると知った一人の僧侶が竜の病を治そうと名乗り出て、天に昇ることができれば病気の苦しみから助けようと約束をしました。僧侶が呪文を唱えると天候が一転し、竜は体を光らせながら天に向かって昇りました。その途中岩にぶつかり岩が砕け滝は二段になり、今でも水しぶきの中に一瞬竜が姿を見せることがあると言われています。まもなくいたしますと先頭車両5号車のお客様から順に進行方向左側に竜の伝説が残る地尾の滝をご覧いただけます。皆様左手にご注目ください。地尾の滝がご覧になれます。先ほどご紹介した伝説にちなみ竜の左手でございます。竜のオブジェがございます。ただいま見えてまいりました。こちらが地尾の滝でございます。お待たせいたしました。これより進行方向左手に地尾の滝をご覧いただけます。こちらの滝は天ヶ瀬町と草町の境に位置し、豊かな水しぶきを立てながら豪快に流れ落ちる光景が魅力です。また天ヶ瀬町に点在する桜滝、観音の滝とともに天ヶ瀬の三滝と呼ばれています。皆様、豪快流れ落ちる地尾の滝はご覧いただけましたでしょうか。福島市へお越しの際はぜひお立ち寄りください。地尾の滝のご案内でした。
ありがとうございます。まもなく浜ヶ瀬に着きます。降り口は右側です。ヒラブだと足元にご注意ください。ご注意ください。ご注意ください。
まもなく下に着きます。降り口は左側です。開く後足元にご注意ください。失礼します。まずにご注意ください。
Thank you.
号電車です。発車で2分ほどお待ちください。失礼しました。列車を行きますのでご注意ください。
Thank you.
新幹線さくら405号鹿児島中央行きは13時54分12番乗り場です。久留米を出ますと次は鳥栖に止まります。Thank you.
窓にご注意ください。筑後川は熊本、大分、福岡、佐賀の4県を流れる九州最大の一級河川です。筑後川はその湖面を千歳川、一夜川、時には筑前、筑後、両国の中間にあるため筑摩川とも呼ばれ、1636年に筑後川と呼ばれるようになりました。皆様、筑後川の景色をお楽しみください。水が狭いな。まもなく鳥栖に着きます。降り口は右側です。始発だと足元にご注意ください。乗り換えのご案内いたします。途中福間まで快速列車となります。
間快速おじこ行きは13時58分4番乗り場、普通列車の福間行きは14時15分1番乗り場、特急ハウステンボス緑31号ハウステンボス佐世保行きは13時58分5番乗り場、普通列車の肥前鹿島行きは14時20分2番乗り場です。塗装でますと次は終点の高さに乗ります。ご注意ください。
Thank you.
ります。皆様とお別れのお時間が近づいてまいりました。岐阜高原線を駆け抜けた岐阜院の森での旅はいかがでしたでしょうか。この車内にて皆様にお会いできたことも嬉しく思います。小さくて温かい岐阜院の旅へぜひまたお越しください。May I have your attention, please? We will arrive at final destination, Hakata, in a few minutes. Please make sure you have your baggage with you when you get on the train. Thank you for riding the JR Kyushu Yufu Inno Mori today. We look forward to seeing you again. それでは車掌よりお乗り込みをご案内します。からの乗り換えのご案内いたします。普通列車の福間行きは14時24分1番乗り場、途中福間まで快速列車になります。区間快速小路港行きは14時33分2番乗り場、特急ソニック33号大井電は15時ちょうど3番乗り場、東急板線普通列車の新飯塚行きは14時28分8番乗り場、途中笹栗から快速列車となります能形行きは14時51分8番乗り場、新幹線のぞみ38号東京行きは14時36分13番乗り場、こだま858号新大阪行きは14時54分12番乗り場です。新幹線乗り換えのお客様は新幹線乗り換え改札口へお越しください。地下鉄線地下鉄線ご利用のお客様は一旦改札口を出りまして地下鉄乗り場へお越しください。今日は JR 九州のリゾートエクスプレス岐阜院の森2号をご利用くださいましてありがとうございます。皆様とまたこの車内でお会いできますことを乗務員一同心よりお待ちしております。堀口は左側です。開くと足元にご注意ください。終点博多に着きます。
誇れ信じた道を行け。エミタ立ち上がる